アルロサ航空514便は2010年9月7日にアルロサ航空で運用されていたスマイナス154型機が飛行中に航行機器の喪失を伴う完全な電気系統の故障に陥った事故である機体はコミ共和国伊島にある閉鎖された滑走路に不時着し滑走路を200メートルオーバーランして森の中で停止した乗員乗客81人は 全員無事だった。トラブルの最初の兆候は514便がウシンスク上空1600メートルを飛行中の現地時間6時59分に現れた。後に電気系統は完全に喪失した。さらに主翼の燃料タンクから胴体内側のエンジン供給タンクへ燃料を供給する電動ポンプも使用不可能になり、 飛行機はわずか30分を飛ぶに足りる3 3 0 0ラムの燃料が使えるのみとなった。7時47分ごろ、伊島の救急当局は飛行機が緊急着陸を試みる可能性があることを知らされた。当時伊島空港はヘリコプターだけが使っている飛行場で、その1325メートルの滑走路は閉鎖され、放棄されていた。 飛行場は2003年に滑走路を閉鎖して、以降、現行の地図には掲載されてなかった。乗客は機体の前方へ集められた。電気系統の故障は同時に、無線機、フラップ、全員スラットを使用を不可能にした。フラップ類は油圧式だったが、それを操作するスイッチは電気式だった。2回の着陸の試みは中止され、 三回目にして緊急着陸に成功したのは7時55分のことであった。機体は160メートルほどオーバーランし、いくつかのダメージを負った。9人のクルート72人の乗客のすべては機体の脱出スライドを用いて避難した。怪我の報告はなされていない。機体の受けたダメージの代償についての情報は交錯していた。機体は 離陸に2500メートルを必要としたが、伊島の飛行場はわずか1325メートルしかなかった。それにもかかわらず、航空会社はこの機体を、いずれ運用に復帰させることを決定した。飛行機はいくつかの修理のほか、不要な重量物を撤去した上で、最小限の燃料を搭載し、2011年3月23日に、伊島の飛行場を飛び立った。 一部の乗客は飛行機を脱出して救助を待っている間にロシアで人気のある娯楽であるキノコ狩りに出かけた。意地までのホテル不足のため一部の生存者は地元のスポーツ施設に収容された。後にミマイナス8によってウフタ空港へ運ばれ大体のつマイナス154によってモスクワへ向かった。2名の乗客は代わりに鉄道を使って旅を続けることにした。 514便の乗客は乗務員が表彰されることを希望した。その乗務員は、ウフタに泊まり、当局の自己調査に協力した。ロシア連邦運輸大臣、イーゴリ・レビチンはクルーにあって、彼らの英雄的な決定力があり熟練した行動に感謝を述べた。また、彼らの勇気を称賛した。クレムリンにて、ロシア連邦大統領、 ドミートリー・メドベージェフと514便のクルーたち。2010年9月16日ロシア当局は事故調査を開始した。事前調査の結果が10日ほどで公開されると伝えられた。2010年9月23日発表された報告では機体のバッテリーの事故発熱により熱暴走が発生し、これが航行機器や無線機を含む電気系統のすべてに影響を及ぼしたと 考えられている。514便の機長アンドレーラマノフとイエフ・ゲニー、ノボセロフは、ロシア連邦英雄の授与を受けた。他の7名のクルーは、無視無欲的な勇気と武勇を、称える賞、EN、オーダー・オブ・カーレッジを与えられた。これらの賞を与える決定は、ロシア連邦大統領、ドミートリー・メドベージェフにより署名された。また、この一連の着陸を成功に導いたのは飛行場の、 交換、セルゲイ・ソトニコフが2003年の滑走路閉鎖後も、滑走路上の草木を管理していたからである。ソトニコフは、後に、ロシア大統領により表彰されている。ありがとうございます。